ハーバーズアカデミーインターナショナルです。私はファウンダーの山口メディナと申します。皆さんこんにちは。はい、ちょっとしばらくの時間皆さんと一緒にこの、HAI について説明していきたいと思います。はい、じゃあウェブサイトを通していろいろの、紹介がありますなんですけれども、ここの中に教育理念を読んでいきたいと思います。はい、私たち生きている現代社会では能力や効率で人の価値を判断する傾向が強いようです。しかし聖書には創造主なる神が私たち一人一人を大切な唯一な存在として愛し愛されるために作られたとあります。互いに愛し合うために私たちは生かされてますという方ですね。きっとびっくりしました。ここで愛という言葉、聖書という言葉が語っているなんですけれども、実は私も教会の牧師でありますなんですけれどもね、本当に子供たちの英語の教育、そしてまた人とのつながりということは本当にこれを本当に大切なことと思いますね。そこで英語教室はもう長いですけれどもね、もうほぼ30年になりましたなんですけれども、その長いの英語の旅の中にいつも子どもたちにまた日本の中にどういうふうに英語の教育とか、また日本人の中の社会をどういうふうに英語を上達していくかということ、また本当に楽しく英語を学び、そしてまた本当にね日本人の子どもたち次のリーダーとして育てることができますように、そして社会的ね、国際的のその何て言うのかな、思いがつながることができますように。はい、ここを続けて読んでいきたい。 HAI では、言語はコミュニケーションツールであり、発話力が養われてこそ英語学習は生かされると考えています。発話力の創造性やユニーク性は自分も他者も愛される大切な存在、アイデンティティという関心感から生まれてくると信じています。私たちはこの安心感という場所を提供し、子どもたちが生き生きした英語に触れ、勇気と喜びを持って世界の人々と絆を結んでほしいと願っています。 HAI は社会のあらゆる分野に経験で前向きな影響を与える明日のリーダーを育てるというビジョンを持っています。私たちは子どもたちのスキルと才能を形成して、誠実さと人格の模範的なリーダーとなるように育成します。すべての子どもが同じではなく異なる才能を持っています。子どもたちの強みが何であるのかを発見し、それらを発展させ最高のものを引き出すのに役立つの技術、スポーツ、ビジネスなどのスキルを合わせていきます。子どもたちが失敗の恐れから解放され、情熱的で模範的で人格的なリーダーとなることを大いに期待しています。はい、そして続けてここも書いてありますなんですけれども、幼少期から英語学習環境の必要性ということなんですけれどもね、ここ HI ではフォニックスを各クラスの段階別にレッスンを行います。フォニックスを幼児期からしっかり学習することは可能です。発音、聞く、読み、書き、スペル、読解力という流れを理解することにより、子どもたちは英語に対するワクワクを感じることでしょう。長年の経験と実績により工夫されたレッスン方法で子どもたちが理解しやすいように繰り返し指導していきます。子どもたちのワクワク感が好奇心と想像力をさらに活発にさせます。子どもたちの五感を
五感はフル活動で、感性は磨かれ、自ら考え行動でできる国際人としての基礎が養われるプログラムになっています。ここたくさんのことを読んでいきますなんですけれども、まだまだ私は日本語そんなに上手じゃないなんですけれどもね、はい、あの HI はあ の先生はあの皆さんは外国人である、私もそ あのファウンダーももともと外国から来ました。日本は長いなんですけれども、でも一つは日本の子供たちと、またあの日本の若者たちどういうふうに英語をあの何て言うのかな、楽しく英語はマイ・イングリッシュを身につけていくことができるようにこのビジョンを持てます。そして皆さんは本当にあの未来の素晴らしいリーダー、日本はとてもあの世界中をあのどこでもあの日本は評価とても高い国なんですけれども、しかし私たちの子どもたち若者たちがもっともっと英語ができると、そのもっともっと広がっていきますね。あの何て言うのかな、国際的、またあの世界中にあの日本はやっぱりその素晴らしい あのリーダーがいるということ、また英語で表現ことができるようにこの素晴らしい あの世代を育てていけたらいいと思います。はい、そこであの次のページの中にあの HI の基礎と考えている世代、次あの次世代に必要な学習あの指針ということがここにあの書いてありますなんですけれども、あの私たちはあの一度一緒に考えていきたいと思います。批判的な思考ということ、問題の解決をあの探っていくためにあらゆる方向から見る力です。コミュニケーションのところはアイデアの理解、人にあの伝達する力、そしてコラボレーション、人あの他の人々と共同あの作業する力、創造性、ここは既成概念にとらわずに考える力ということね。あの本当に外国人 あのカルチャーや育て方はまた日本とちょっと違って、あの日本のいいところもまた海外のそのいいところに合わせて子どもたちにベストなあのの、あの何て言うのかな、方法であの与えること、影響さのあの与える、また影響されることができたらそれは素晴らしいと思います。今の日本はものすごくグローバライズになっていますね。あの国際的いろんなものもあのあの海外も興味持っているの国となっていきますなんですけれども、あのこの基礎あのと考えている次世代の必要性の学習はあのここをつながっている未来のリーダーでもあるでしょう。はい、ここはねあのこれからあの本当にこの英語あのに対するあの今までの英語の仕方は1時間、まあ、幼稚園だと40分50分、そしてまた小学校1時間週1回ね、そして子どもたち あの行事とかいっぱいあります。学校でまた中学校に行くと今度は中学校もまたまた忙しくなりますなんですけれども、あのどれくらい あの時間を英語を触れることができるかなかなかできないですね。はい、あるあの時は生徒がやってきた時は英語を触れるのはここしかないということですね。 ある方もあの長年英語を勉強してあのなかなか使う場所もないということ、ちょっと悲しいですね。あのここを環境を変えて子どもたちをもっともっとあの英語の力を身につけていけたらいいなと思います。ここアフタースクールプログラムということなんですけれども、ここに書いてあります。アフタースクールプログラムは ASP というですね、子ども園や子どもあの小学校の後あの学校で楽しく過ごすことができるプログラムです。英会話、英語教室のようにしっかり学習もしながら遊びやマナーなどの生活の中に英語を導入してあの自然と英語を学習できますね。あの特
特に外国人はどういうふうに日本語を勉強していくかということで、まあ、もちろんこういうふうに言語を学ぶ学校も緩の場合もありますかもしれないけれども、でも環境がとても大きな鍵ですね。日本がやってくると日本の周りは全部日本語であること、そして日本人と関わっていく、例えばつながっていくときはやっぱり日本語が必要ということなんですけれども、それも私たち自然に日本語を身につけていくことができます。同じように子どもたちはこの子どもの時から自然に英語を耳に入って、そしてそういうふうに素晴らしい発音も練習すること、また使うことができるようにね。大人になっていく時はなかなか発音はそういうふうに自然に身につけることは難しいと思います。英語の音と日本語の音がその差がありますなんですけれども、やっぱり子どもの時からしっかりこの環境を作ることがとても大切です。そこでアフタースクールプログラムは今は考えているのはね、1時間ではなくて2時間になりますということ。その2時間は長いでしょう？そんなことないですね、はい、学習ではテーマや環境に沿って Reading、Listening、Speaking、Writing の各段階をバランスよく学んでいきます。でそこで何をから始まるでしょうか。アルファベットを理解し、音に変え、フォニックスを使い発音し、フォニックスで単語を読み、ネイティブと発音、発話、そしてまた読解力を身につけます。で海外英語の基本はもちろん、日本人の子どもたちも興味を持つようなワールドカルチャー、クッキング、ミュージック、ダンス、アート、クラフト、サイエンスなど英語を自然と吸収しながら学習できるインターナショナル環境体験クラスです。はい、とても楽しいですね。1時間の授業、なかなか固有の場合は触れることができないかもしれないけれども、2時間延ばすと一緒にスナック食べる。例えばね、こういうのおやつ食べての時間とか、そしてまた皆さん一緒に会話の時間とかね、そして子どもたちと一緒にトピックを使って皆さん一緒に相談したりとか、楽しく笑いながらね、例えば恥ずかしいの子でも少し言葉を始まっていくと、どん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 勇気が出してということですね。勇気を出していくときは表現力も出てくるということ、これはコミュニケーションに対するつながりはとても大きな鍵となります。はい、そして心の中に外国人講師やバイリンガル講師が優しくサポートします。英語が初めての子どもも少しずつ英語になれることができますというものなんですけれども、ハーバースアカデミーインターナショナルは私たちは宗教ではなくて、でも私たちは聖書を基礎として神様の言葉を大事する、でまた天と地を作られた創造主を何て言うのかな、礼拝する、ここはの先生たちをこの心を持っていますということ。だから子どもたちを自然に愛することが聖書の神様の愛を子どもたちを一人一人を接触することがあります。言語学び、このことは全部すべては大事と思いますけれども、でも一番大事のは心です。心は伝わってくるものは大きいです。例えば一人一人の子をこの個人差がそこにあると思いますけれども、でも先生たちはどうやって子どもたちを見ていくことはとても大事です。すべての子は皆さんはユニークですね、大切な存在ですということをまず心から教えること、心から子どもたち一人一人と接触することは大事です。そこからはいろんなものが生まれてくるです。だからこの2時間、英語の環境をしっかり作って楽しく子どもたちたちと一緒にアクティビティー、またいろんなものをね、歌、そしてまたゲームとかね、こういうふうに何て言うのかな、遊びながら
ね、子どもたちと一緒に楽しくこの2時間を過ごしていくことがとても大切です。で、2時間の内容はここ例えば子どもたち一緒に教室から入ってきましたということを始まりの支度をし、お友達とお話をして英語環境に切り替える準備ということなんですけれどもね、学校から帰ってきたら準備して教室にやってきますということ、 HEI 入るとここは英語ですということですね。子どもたちもね、いつもこれをやっていくともう自然に身につけていきますということね。そしてまた本当にそこタイムカレンダーとか普通 のことについて話するね、何曜日とかどんな季節とかね、1年間のカレンダーはいろんな季節がありますね。正月にもある、またひな祭りね、そう女の子の日とかね、5月4月の時は桜とか、こういうふうに季節を使いながら子どもたちと一緒にこの身近なことを英語も触れることができますようにね、本当に楽しいです。そしてまたこればかりではなくて、HAI は英検ということ、まあ、これは英検聞くと5級とか4級とか3級の英検はそうかもしれないけれども、子どもは年少からこのプリスクールの子たちをもうここブロンズ、シルバー、ゴールのジュニア英検を始まるです。だから子どもたちはしっかり英語力をね、聞くの力と話すの力をマスターしたら、こういうふうにジュニア英検を取ることもできます。そうするとまたワクワクです。次のレベルはアップしましょうね、ということがあります。でもともと子どもたちがまた本当にまたプリスクールの2時間 のプログラムを全て終了して小学校行くときはもともと英語が今度は書くこともできる、そしてまたスペリングもできるようになって、それでその段階がクリスで行くときは今度は単語を読む、そしてまた文章を読むということです。この力を身につけていくときはもちろんそれもレベルはアップしていきます。5級実用英語検定試験の5級4級3級12級で、今回のこの教室のビジョンは小学校は2級まで育てていきましょうね。子どもたちはね、やっぱり楽しくこういうふうに級を取っていくときはもっともっと上に持っていきたいですということですね。はい、よく皆さんは英検1級だともう大学4年生とかね、資格とかすごいの資格を取ることができますなんですけれども、そうでしょう、難しいでしょうということ、そうではないですね。子どもたちは早く英語を育てていくときは自分なりに英語をもっともっとマスターすることは自然に身につけることもできます。はい、そしてその2時間スナックタイムも入って、アクティビティタイムも入って、スタディタイム、ストーリータイム、その最後の時はプレゼンテーション、今日学んだのことを出すことができますよね。今日習ったこと発話力を育成や学習をしますということですね。そしてその後をTime to go and a goodbye song ということ、バイバイということ、ママがあるいはパパが迎えに来るという時間です。はい。そして、その Sprout ということは、プリスクールの子どもたち、幼稚園とか子ども園の子たち、そしてまた、グローに行くと、エレメンタリースクール、小学科ですね。はい。で、小学科になっていくときは、もう学校もすごく慣れて、ね、ここは2時間は多分、大丈夫でしょう。ね、でも幼稚園の時は年少とか多分2時間は多分偉いかもしれないけれども、今回は1時間から始まることもあります。はい、でその後ここいろいろのことに書いてありますなんですけれども、また本当にウェブサイト皆さんご覧ください。はい、ここの中に次これを説明していきたいと思います。特に今回のハーバーイングリッシュの在校 の子どもたち、ね、親たちもニューシステムに変更、何ていうのかな、このニューシステムに変わるということをどこまでを
理解できるか、やっぱり皆さん不安の場合もありますかもしれないけれども、そうですね、今回はもう一度このウェブサイトを見て、もともと分かるようになってほしいです。ここをその説明の中にアフタースクールプログラムは3つのコースになりますということですね。アフタースクールプログラムはソウ、スプラウトとグローがあります。ソウのコースは種まきということで、スプラウトは見栄えね、木を育てるともそうなんですけれども、環境が整えている時も同じくね、豊かな実を結ぶ一つの木は環境をまず整えていきますね。耕すでしょ、良い土をになっていくと、その種が素晴らしいの未来があるということ、この良い土の環境をまず教室、先生、カリキュラムということを作っていくものは環境なんです。そして一人一人の子は、その種のよう可能性があります。皆さん可能性がありますね。種はね、命をね、存在するです。だから子どもたちも大切の一人一人の存在ですね。だから私たちは育ていきますようにね、英語教室だと先生とかね、でも家庭と一緒につながってね、私たちは子どもたちを育ていきますということですね。そしてここ1歳から2歳半は40分という遊びながら、まあね、まだママと離れないの子もいるかもしれないけれども、その時をまた話し合いをすることができます。スプラウトのプリスクールはここは60分から始まります。で、最高は120分だから、1時間のクラスとか2時間のクラスとか、子どもたち徐々に慣れていきますように持っていきたいと思います。そしてエレメンタリースクールは小学科は2時間のクラスです。ぜひその2時間をしっかり英語の環境を身につけて育てていきたいと思います。その学習期間はと授業料はそれぞれそこに書いてありますなんですけれども、学習期間は年間48回と年間72回と年間96回 のことがあります。前期と後期を分かれて、この紙のところに、ね、ウェブサイトのところにもしっかり書いてありますので、ぜひ皆さん見てください。 ESP コース、アフタースクールプログラムのコースはさっき言ってた通りの年間84回から96回コース、1ヶ月の授業は4回コースから8回コースのレッスンがありますという、各コースの授業回数は月3回から5回のレッスンですということなんですけれどもね、だから3回に来るの月とか、あるいは5回に来るの月もありますということで、これ理解してほしいです。土曜日に行うこともありますね。そして年間行事は大切なカリキュラム、クランの一部です。やむを得ない事情以外は参加が不可欠です。で、授業内容によって野外活動があります。そのが私たちは子どもたちと一緒に教室の中だけの授業、たまに外の授業もあります。その時はまた親と一緒に連絡して、そしてその計画をしっかりをして、そして何をするとかみたいな感じを、それをきちんと伝わることがありますよね。そうですね、例えば公園のところで、今日私たちはちょっと公園のところに子どもたちと一緒に体のもうちょっと大きなスペースで体を表現していくとかね、そしてまたそこで何て言うのかな、一つのなんか触れ合いなの時みたいな、一つのゲーム、あるいは一つの企画を作って、そして皆さんに一緒に参加していくということで、最後の時は結果があるとかね、それを毎回教室の中よりもたまに外に出ることもあります。はい。そしてその後は8月はフレキシブルタイムテーブルとなりますということ。これは夏休みなんですけれども、1ヶ月子どもたちはもう学校は休みになっている時期なんですけれどもね、そしてまたお盆も入ってやっぱり休みの時も必要です。そこで毎週を続けてではなくて、また
教室はレッスン日を出しますので、それも日時が決まり次第ご連絡いたしますということです。はい、夏休み堂の長期休み期間カリキュラムはフレキシブルになりますね。ホームステイプログラム、海外国内研修体験プログラムやサマープログラムなどにお友達や兄弟も誘って参加できますように。はい、でまた長期休暇はアウトドア活動を行うことがあります。これは自由参加です。教室から日時をお伝えします。今まで英語教室は海外、毎年海外行くことがあります。コロナのことがあって去年もは全然行くことができなくてちょっと残念でしたですね。でもこれからまた行くようになることを期待しています。私たちはオーストラリアというメルボンの都市、そしてまたシンガポール、そしてまたマレーシアを行くことになりましたので、これから先もシンガポールは常に向こうの学校とここのところをつながっているということなんですけれども、この交流がありますだから、そこでも国内ここで英語教室、たまに私たちはシンガポールの学校の子どもたちと交流をすること、オンラインで交流することができるように、素晴らしいですね。はい、そしてまた東田教室のみ授業内容によって三郷教室に移動していこう行うことがあります。はい、じゃあ続けて学習レベル達成目標ですね。英検ジュニア実用英語検定試験は年3回実施され、各自の目標を目指し積極的に進みますということ、まあ、これは誰とか比べるとかね、そういうのものならないように、子どもたちは本当に楽しく、そして一つ一つケアしていくことができたらいいですね。英検はそういうふうになんか学校とのテストはまたちょっと違って、本当に英語のこの4技能をのテストでもあるんですけれども、子どもたちを聞き発音の聞いたり、そしてまた本当に英語の理解とかね、そしてまた読むの力とかね、これを全部マスターして、そういうふうに試験ができるように、これも一つの魅力 のこともあります。はい、それで最後休暇のところ年間スケジュール表に存じます。ただしやむを得ない事情によりスケジュールを変更することもあります。でその他のところも書いてあります。入学金とか維持管理費、そしてジョイフルタイムプレゼンテーション、そして検定試験はカリキュラムの一部ですということで、この1年間はこれも全部含めてますということですね。で大会希望者は必ず1ヶ月前までに連絡し大会届けを提出してください。はい、ここでそうですね、アフタースクールプログラムを終了いたします。でもその前にこれが私たちの年間費用ということです。網がついているのところはそこでお休みということなんですけれどもね、先生は1年1回はね、研修の講師の研修会がありますので、そこで全部英語教室はお休みです。その中にこの後ろのところに私たちの予定表なんですけれどもね、はい、ぜひ1年間の予定表を見て確認してください。ここ大事なことがあります。授業参加事前のお問い合わせで登録した少人数で行います。参観日が近づいたらご連絡を差し上げますが、理解とご協力をお願いします。参観日はとても大切なこと、やっぱり親は教室やってきてどんなESP ですかということね、アフタースクールプログラムね。でも今までとの参観日は何か発表して親にやってくるのことよりも子どもたち、やっぱり親の前にはちょっと恥ずかしいなところもありますなんですけれどもね、少ないの人数で
参観するっていうこと、それでまた一緒に加わって子どもたちと一緒に過ごす時間ができたら素晴らしいです。はい、じゃあここは一旦ASP の説明を終了していきたいと思います。ここは皆さんの申し込み表を今在校の方々、子どもたちも必ずそれを書いて提出してくださいということですね。はい、じゃあありがとうございました。皆さん、続けてファウンダーの山口メディナです。はい、さっきはね ASP を説明しましたなんですけれども、ここはねその層異彩の子たちから、そしてまた大人まで、ここを英語を教えているなんですけれどもね、英語だと私たちは今隣のカフェということは、カフェイングリッシュ、カフェイングリッシュがあります。コーヒー飲みながら大人の英会話もやってますということで、もここは子供とか中学生ね、中高生、特に子供たちは英検をどんどん進んでいくっていうことを目標としてやっていますなんですけれども、それ以外も会話の力とかね、マスターしていくの場合もあります。はい、で中学校のところを今在校生たちも一緒にこれも説明していきますなんですけれども、この中学校の場合は特に子どもたちが英語とか、そしてまた英検をどういうふうに育てていくか、両方とも力がついていくことができますようにという私たち の, このH、ハーバースアカデミーインターナショナルだと3つステップということです。ステップ1、実用英語検定試験2級まで、2級だと高校3年生ですね。そして JE はジュニアイングリッシュの中学校の勉強許可コースです。そしてまた JET はここは JET ですねJET はJE テストということですね。学校のテストを中心集中していきますということ。じゃあここでステップは英検のことですけれどもね、子どもたちは本当に5級、4級、3級、12級と2級を目指してどん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 級を取っていくことなんですけれどもね。そして JE は中学校教科書を中心にした勉強で内容の理解力をつけますということ。中間期末テスト、そして学力診断テスト、ここ入試のための成績アップということでもありますなんですけれどもね、たまに学校の先生を何を教えているかということとかね、そうですね、教科書をどこに勉強する方がいいですかとか、どこに覚えなければならないとかみたいな感じですね。それを教科書の1年生、2年生、3年生の英語をしっかり理解していきますようにね。そしてまたスペリングのテストもありますなんですけれども、単語も書けるようにということですね。ひたすら単語を書く覚えるの子もいるし、でもそこで発音を覚えていくとかね、そしてまたたくさんの単語、この単語とこの単語似てるだよということにね、それも一つの単語の学びの楽しみでありますということです。子どもたち楽しい GE を学校のお勉強できたらいいと思います。そして JET はこれを英検ステップ、やってる子は学校のテストが近づいているときはそこで時間をかけて子どもたちと一緒に大事なところとか大切な単語を見逃さないようにしっかり身につけていきますよね。 JET です。はい、 JET はステップだけの子どもたちを、それを JET を受け取ることができます。はい、でその後授業時間と学習期間がそれぞれも書いてありますなんですけれども、またさん皆さんにウェブサイトのところに拝見してください。そして次のページになっていくときはここも全部説明ありますなんですけれども、一度確認していきたいと思います。休暇年間スケジュール表に存じます。ただしやむを得ない事情によりスケジュールを変更することもあります。特に学校はこの学校とこの学校期末とか中間と期末とか何て言うのかな、同じ日でもないの場合もありますなんですけれども、先生また調整しながら子どもたちと一緒にテストの練習の日をつけていきますということなんですけれどもね。
あとは、まあ、英検をやっている子たちは、英検は例えば、まだ英検のテストはまだ、なんていうのかな、まだ近づいていない時、でも学校のテストがもうそろそろなんですけれども、そういうの場合は、英検の勉強よりも学校の勉強に集中していきます。これは特に STEM、GED やっている子たちですね。はい。そして欠席の場合は、レッスンに参加することができない場合、困難な健康状態、他人に感染させてしまうような病気になられた時などね、必ずレッスン開始時間の3時間前までにお電話またはメールなどにてご連絡ください。なお指定時間までにご連絡がなく欠席された場合、無断欠席扱いとなります。その際、授業料の支払い戻しもいたしませんのでご了承くださいっていうことなんですけれどもね。連絡があった場合、欠席日以降にオンラインレッスンに切り替えることは可能です。そういうのすべてをご相談くださいということなんですけれどもね。はい。ここはそうですね、欠席の時はできたら本当に教室としては子どもたちは欠席しないように1年間頑張って欲しいなんですけれども、どうでも欠席があるの場合は早く教室を連絡してください。そして先生が教室の内容とか今日の学習の内容とか全部整えて録音していきます。そうすると子どもはその日の授業をそのままは欠席をならないようにお家またいつでもそれを見ることができますよ。はい。それを本当に大切なことですね。はい。あとは本当に子どもたちはまた理解できないとかわからないのところもいつでも先生、担任先生と連絡することもできます。はい。でここはまた補習追加レッスン料ということを受験準備のために補習や追加レッスンの場合は追加レッスン料金を発生します。一月につき2000円となりますということなんですけれども、ここもできればさ避けてほしいなんですけれども、教室に与えられたお勉強はきちんと宿題も出してるね、お家も勉強できるように、それを子どもたちはきちんと先生の言う通りね、計画の通りにちゃんとやってくるとたくさん学ぶことができます。でも私たちはねやってないとそれがねやっぱり足りないの部分もありますね。それもやっぱりそのレベルいかないとテストは行くことができないでしょうとかね、あるいは学校のお勉強とかねテストがもう近づいているっていうことでもここまで宿題もまだ終わってないいろいろなことがまだ完成できてないの場合はやっぱりここも教室は心配していますということです。そういうの場合はまた親と相談して追加レッスンとか補習レッスンになるかもしれないということです。でもそれをできれば子どもたちはきちんと担任先生ね教室の中に出しているものはちゃんとやっていくと絶対です。 No problem です。はい。その他入学金その年間費とかね授業料と教材費はその全てまた説明してありますなんですけれども、でここは割引は授業料の一括支払いとかあとはダブルコースをやっている場合ね、STEM も GE も両方やっているの場合はそこを割引がありますね。はい。じゃあここも全て書いてあります。コース変更について、ここはコースといえば英検は全て終了しました、じゃあこれから受験生ですね、もっと英語を学んでいきたいです、学校のね英語をもっと力つけていきたいですということは、コース変更については英検級取った後ね受験集中学校英語教科への変更ステップから GE に編入することがあります。はい。それもぜひまた教室で相談してください。そしてここは最後
の授業料の費用がありますなんですけれども、これは2021年度授業料と協賛費の一覧です。ぜひ去年の2020年度ではなくて2021年度の表をしっかり見てください。はい、ここはもしまた理解できないのことがあればぜひまた連絡をお待ちしております。はい、じゃあありがとうございます。